Ня, бин машинья. Ю-сан, соре! Ну, нани? できました。お、めちゃくちゃ大きいです。どこまで大きくするんだって。そのへこみは何？あれ、敷かれてます。よし、落とした方が負けだよ。やった！そりゃ、いや、どこ行って。姫ちも慣れればあんな風に。無理です、絶対に無理無理です。フリスビーの絵じゃないわね。うむ、くわえました。なんと、まさか加えたまま元気に走り戻ってこれてない？それは無理よね。でも頑張ってる。にゃ、兄よ。にゃふん、イヨさん、イヨさん。ん？あ、ゲイ夏服サービス。迷いさん、今のはさすがに、そのこう。おお、こう。そうそう、それを連続で。あ、ごめん。はあ、ってするとちょっと暖かいですよ。それは気休めでしょ。積み木。はぁ、はぁ、いよ、それ以上はストップだ。積み木さんが、積み木さんが死んじゃう。おお、前方に菊江先生発見。おお、今日は遅刻じゃないよね。あら、皆さん、おはようです。バナナで転んだ。感動した。心配しなさい。あ、マイクです。マヨシさんの声です。教室内の皆様、正面向かって右手側をご覧ください。壁です。あれかよ。試作ケーキのモニター楽しみです。ありがとう。おいしいケーキのためなら、たとえ火の中、水の中。そして食べたケーキは、口の中から腹の中。はっ、最後は恐怖の内臓脂肪。何そのリズム。いや、やめて、助けて。この恨み、腹さで置くべきか。食べづらいわ。かわいそすぎて食べられないです。いや、まあ、かわいいとためらっちゃうよな。いよ。ん？これ。二人とも走ると滑る。あ、危ないです。あ、危なかったわ。立ち上がりました。ダメージ増えてるぞ、あれ。ところで、どうやってこの頭を乗せるんだ？投げて。え？本当大きいですね。いや、でも、はい、でかすぎだろう。どんだけ。失敗。
火止め。京屋に火を。え、火だつか。京屋燃え。燃えじゃねえよ、燃えじゃ。それ、なんか向こう盛り上がってるね。リオくんたちですか。そうですね、積木さんも向こうで。その速度の包丁さばきでよそ見るはずないです。こんな素敵なお嫁さんの料理を食べられる人は幸せだね。振っておいてなんだけど、あれは来るって分かってても防御不可能よね。しかも攻撃範囲広い。恐るべし、いいよ。あーん。捕まったらダメってルールだから。にゃんにゃん。何やらご機嫌なんじゃけど。まさかお痩せになっていたとか。違うわ。もしや身長がお伸びに。違うわよ。ウエストが細くなってたとか。違うわ。じゃあわからないにゃんにゃんねえ、姫っち。なんで一つ抜けているのかしら。姫ちゃんも一緒にやろうよ。なんと申しますか、皆さんのアタックを止められる気がしないので。それじゃあ試しにヨさんの熱烈アタックを。俺と付き合ってくれ。貧血で見学1名入りまーす。しまった、逆を。私が押すから。反動って。坂木くん、ほんとごめん。大丈夫。ミニオさん、アタック。イオニナ。イオニ、イオニ、アタック。外した。いや、決まったって。受け止めて欲しいんだ。心のキャッチボールにミットはいらないんじゃよ。素心でキャッチボールってことか。素心って。やるぞ、いよ。知らんぞ。よし、遠慮はいらねえ。バッチコーイ。心が痛い。痛いのは手よ。かわいいです。なごみますにゃ。おい、あまりやると嫌がるぞ。大丈夫じゃよ。うにゃにゃにゃパカ。ぐえうにゃうにゃにゃパカ。こうやって皆さんの夏服を見ると季節を感じますね。じゃあね。というか、若干一人年中白衣で変わり映えしないのもいるけど。いやいやいや、実は、なんと薄くなってるんじゃよ。わかるか、先生。はい、これ日焼け止め。ありがとうですな、先生。はい、これサングラス。ありがとうって先生。これ使ってくれ。先生。はい、湿布。その気遣いは嬉しくないですな。今お茶持ってくるから。イオの部屋に一人。キキキ、部屋を漁るならイオさんがいない今がチャンスじゃよ。そんなことしたらダメです。漁るなよ。にゃーん。
わからないな。私が教えてあげるわ。あ、うん。リテイクした。あれ？意図的じゃないのか？傘って飛ぶんですね。飛ばないよ。驚いた。飛んでった傘どうします？そうじゃね、回収してくるんじゃ。高木さん、ありがとう友達。